大祓は暮らしの中で知らず知らずのうちに重ねてしまった罪や汚れを払うための伝統的な神事で、毎年6月と大晦日に行われます。今年はおよそ1300人の参拝客が新たな年を迎えるために心身を清めようと参拝し、1年の汚れを切りぬさと呼ばれるものに移し、来年の無病息災を祈りました。北海道神宮ではこの後午後6時に新しい年に備えるために一度門が閉められ、日が変わる午前0時に開門されます。北海道神宮では三が日でおよそ70万人の人出を見込んでいます。